こんにちは。ここにあるのは、糸です。糸と思ってください。今回は、この糸を使って、こんなものを作ってみました。これです。最近ツイッターのリツイートやらで、よく回ってきます。これ、テンセグリティ構造というらしいですが、皆さんこれを見て何か違和感を感じますか？糸は細くて軟弱というイメージがあり、糸の上に合体が乗っていて、まるで浮いているように見えますよね。さらに、上の合体は、吊られている支点よりも上に重心があるので、さらに違和感を感じます。これ、なんと私が乗ることもできちゃいます。もちろん糸を一本でも切ったら倒れます。今は見やすいように糸を太くしていますが、実際はこんなもんなので、より浮いているように見えますね。では、なんでこんな不思議な感じなものが成り立っているのか、簡単に考えてみましょう。順番に考えていきます。まず、下の土台と周りの糸がない場合です。イメージしやすいように、中心の糸も長くしておきましょう。中心の糸の上を手で持っているとして固定しておきます。この状態でシミュレーションをスタートすると、当然バランスが悪くて倒れますね。予想できたと思います。今、手前側に倒れてきたので、奥の方に糸をつけて、地面とつなぎます。ではスタート。今度は糸に引っ張られて、向こうに倒れてしまいました。ということで手前に糸をつけます。ではスタート。右側に倒れましたね。左にも糸をつけましょう。つけました。これでやってみます。うまくバランスが取られていますね。どこかに倒れようとしても、反対側の糸に引っ張られて、倒れることができません。中心の糸には何も触れていないので、短くしても同じことがわかると思います。今は中心の糸を手で持っていますね。これを地面から生やした突起物に吊るして固定しましょう。これで手を離しても大丈夫ですね。最後に、周りの糸や突起物は地面に固定していては面白くないので、土台に固定すれば完成です。どうですか？一見不思議に見えても、順を追って考えれば理解しやすいですね。ではこれを皆さんも家で一緒に作ってみましょう。割り箸で。私は家に割り箸がなかったのでストローで作りました。綺麗に作れませんでした。